こちらの製品はアルティメーカーの最新の、機種の S7 になります。S7 の特徴は前回のモデルの S5 シリーズの、改善版というものになりまして、大幅に変わったところは、こちらのベッドプレートが以前はガラスプレートだったんですけども、そちらがこのフレックスプレートに変わり部品の取り出しが楽になることと、あと、反り防止もついてますので、以前はノリとかを塗らないといけなかったんですけど、こちらの方はノリとかを塗らずに、反り、対策になってます。その上にこのベッドレベリング Z に対して のキャリブレーションっていうのは欠かせないものなんですけども、そちらの方が完全に自動化されたのがもう一つの点です。自動レベリングするセンサーの、機能がちょっとだけアップデートしたことと、あとそういう Wi-Fi とかちょっとした中身の電気製品がレベルアップしたのと、あとカメラの、もうちょっとハイグレードのもので、ネットから見るときでも結構ハイレゾルーションで見れることができます。であと、もともとはこの、一体化になるっていうのがオプションとしてあったんですけども、それが一体化になることによって、ユーザーさんの方が納品された時に箱から取り出してそのまま使えるっていうのが、大きな、違いになります。こちらの、方が、アルティメーカーの、製品一式になり、先ほどの製品を含め全機種完全オープンソースで300種類の素材が使える 3D プリンターです。造形サイズが異なることで、お客様のニーズ、ユーザーさんのニーズに合わせられますので、またその際はぜひご連絡いただけたら幸いです。